どうもノブチャンネルの特徴です。こんにちは。今日はね、伊豆の視聴者さんな、何回もラーメン来て食べに来てくれる視聴者さんなんだけど、ちょっとまだお土産立てちゃってよ、ね、まだ一発目がこちら、川又アンスリウム、なんか川又ってうちの近くな、川又ってたんだけど、ここでこの花を作ってんだな、これアンスリウムが。すげえ種類や。すごい種類やんな、で、それの一部をなんか買ってね、お店に飾ってくださいって持ってきてくれたんだよ、ね、これ、まあ半分くらい飾ったんだけど、これすげえ造花みてえだよな、これ初めてなんで、これプラスチックの造花持ってきたのさっきよ、これ生だよって言われてよ、すごくね、なあ、どう見ても作り物じゃねこれ。アップで見た？ほら、なあ、なんか質感がもうビニールだよな、でもちゃんと歴史とした生でございます、すごいなこれな、動画で見てちょっと伝わるかわかんないけど、この赤とかなんかすごいね、綺麗だよな、種類もなんかすごい豊富なのこれ、すごいね、最近なんか髪の毛下ろしてればいいよかった。誰が？タケちゃん。なんで？なんで？あれ華道家っぽいよ。あ、狩り屋坂、狩り屋坂そこ。はい。あとこちらも一緒にいただき、納豆。納豆。これもあれなんですよ。これも川又なんだって。川又で納豆ってあんま俺初めて聞いたんだけど。なんか川又って言ったらシャモだよな。川又シャモとか青バターとか。ああそうだね。納豆の、あ、そうなんだと思って、すごいよね。すごい。これね、国産大豆使って作ってるみたいで、女神の納豆。ほら、紙の製作所って、ちゃんと川又とて。な、すごいね。川又もなんかいろいろあんだな、シャモン以外のな。まあ、知らないことがいっぱいあって、こうやって教えてもらえるとありがたい限りでございます。あ、この花だってこれちゃんと農家さんの顔で出てこれ。田中さん。今日のこれ教授、すごいね。弊社さんはこっちです。いいね、みんないい笑顔してんだね。あ、そう、川又はここ。そう。ここって言われても分かんない。ここ。南相馬はここ。川又がここ。だな。で、ここが猪苗代湖。そうだね。とりあえず今回ね、まあ食べ物もそうだし、綺麗なお花もいただいたんで、お店に飾ってみました。また遊びに来てください、チェブロンで。釣りすぎなお客さんなんだな。前は釣りの帰りとかに寄ってたんだけどな。今日はただご飯食ってこのお土産持って帰ってきました。伊豆も応援ありがとう。これからも応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。福島県にもこうやって美味しい食材いっぱいあるんで、ぜひ興味のある方調べてみてください。あと食ってみてな。じゃあそういうことでまた皆様会いましょう。綺麗なお花でございます。グッドボタン、チャンネル登録よろしくね。バイバイ。初めて知ったの、このアンスリウムっていうの、川又じゃない。アンスリウム。アンスリウム、そうね。この方作っています、みんなで。はい、よろしくお願いします。はい、バイバイ。